はい、はい、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日はギターボランティア心様にお越しいただきました。今日1日3時までですけれども、ギターの音色を楽しんでください。それでは始めさせていただきます。立って挨拶しないで失礼。まずに初めに2曲こちらで合奏いたしますので聴いていてください、はい、最初に星の夜、その次にふるさと。まあ知ってる方は口ずさむ程度はいいです。まあ一生懸命練習してきたもんでできれば聴いてほしいんですけど、大体そう言っても歌う方が多いんです、どこ行っても。ギターいいね。よろしいですか。Thank you.
それでは歌の方に移らせていただいて、歌集を配っていただきましたら、それではプログラムで決まってますんで、仕切り版より前の方のページの童謡唱歌の方の35ページ、母さんの歌。これは昭和24年頃ヒットした曲です。前にここで私たち の仲間のね、田中さんって人が母さんの歌弾き語りでやりましたけども、その人がちょうど33年の生まれだそうです。僕はちなみにそれより遠上です。23年生まれです。まあ隣 の市川さんはのお母さんは信州新町の出身で、この母さんの歌、久保田さんっていう人が作詞作曲したんですけれども、その両親 のご実家が信州新町で、戦争の時に疎開してて、その信州新町でこの母さんの歌を作ったそうです。そうですか、はい、母さんの歌な、はい、それでは大きな声でお願いします。Thank you.
母さんへの感謝のあれ歌いやなんか多いですね。父親よりもね、どうしても。まあ戦争へ何か行って亡くなる時もお母さんって亡くあの呼んで亡くなる人が多いみたいですね。お父さんとは言わないみたいです。次、37ページ、四季の歌。37ページですよ。37ページ、スキー。Thank you.
38ページ、砂山。はい、何ページ？38ページ、同じ、アルフェ、砂山。さんの曲で、もう一つ山田耕作さんの曲も有名ですね。こういうのなんですけどね。まあ、声楽家の人はね、これを好むようですけれど、まあ、一般的に歌われているのは永山新平さんの方ですね。続きまして、ちょっとし。次のページ、39ページ、デフネです。
ページ、40ページ、はい、冬景色。レコードとかそういったのないから聞いてどんどん伝わってからね、あのどん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 間違ったの覚えちゃう場合もあるんですね。Thank you.
まあ雪の種類も様々あるようですね。一応言いますとね、粉雪、粒雪、綿雪、水雪、硬雪、ざらめ雪、氷雪と、いっぱいありますね。太宰治の、小説の本にはそう書いてありました。雪の降る様もいろいろあるようです。次、今度は真ん中の仕切りから後ろの流行館に飛びます。仕切り板より後ろの2ページ、ああ人生に涙がある。何の歌だかすぐ分かりますね。訪問さんの絵が載ってるから訪問様のね、北訪問のね、テレビにね、あれですね、昔で言う流行り歌です。Ooh.
も若い頃はだいぶ嘘をついたんじゃないですか、男性に勝手に。続きまして、4ページ、青い山脈。Thank you.
のページ、6ページ、いつでも夢を。
一応予定終わったんですけど、まだちょっと時間あるんで、なんかあのリクエストとか言っていただいてもいいし、ちらっと見たらトントントンカレーの歌もあるからそれやってもいいし。なんか歌いたい歌ありますか？リクエストありますか？上を向いて歩く。上を向いて歩こう。はい。何ページでしょうかね？8ページ。8ページね。はい。8ページです。8ページね。8ページ。はい、そうね、これですね。Thank you.
じゃあ両方歌いましょう。星影のワルツは何ページでしょうかね。星影はユーチューバーだよね。これはだいぶヒットしてまして、いろんな替え歌やってますね。だましのワルツとかね、オレオレ詐欺のね。あと人生の歌なんてあのやったりね。田舎のバスで終わりにしたいと思います。田舎のバスで、ああ、田舎のバスで、ああ、いいね。
7ページです。これは中村めぐさんが歌ってるんですね。されてねし、水た雨降りゃ水たまりのそばから慌ててみんな逃げてね。木炭みたいだの。私まだ生まれてなかったから一番少ないです。全然なんともないじゃん。木炭生まれてない。はい、だからそういうことです。はい、それではお願いします。じゃあこれ最後ですね。はい、そう、大きな声でお願いしますね。はい、ギターからのバスのコンボロネームバイヤーは気になるまだ知らない、それでもお客さん懐かしい。ありがとうございます。